ニューヨークにあるモーリーの共フォンテイモーリーは、アメリカ合衆国の海軍士官、海洋学者、海洋気象学者。1806年に、バージニア州フレデリックスバーグで出生。テネシーで育ち1825年に、海軍士官学校の生徒として海軍に入った。彼は長く海上生活を送り、世界中の航海に参加した。 それをもとに彼は1834年に海洋の航海術に関する本を書き、これは海軍の標準の教科書となった。1839年の公務中に馬車事故で右足の自由を失い、海上での勤務を終えた。この怪我がもとで彼は1842年にワシントンにある海軍の海図と装備の補給書本部長への任命へとつながり、 そこで彼は大規模な海図プロジェクトを立ち上げた。彼は海洋を航行している船の航海日誌を集めて、海図上にその航跡と風の観測結果を記入して、1851年から風と海流の図を発行した。これは海洋を航行する際の最適な航路と時期によってその航路でどんな状況が予想されるかという最初の体系的な情報となった。この図は、 公開期間の短縮及び会場での費用と、遭難者の減少という功績を挙げ、モーリーはこれによって、国際的な名声を得た。英国陸軍公兵隊が、アメリカに、地上気象観測の共同システムを構築することを、提案した際に、彼はそれを世界規模にすることを構想した。しかし、他の気象学者の賛同は得られず、会場の軍艦の気象観測に絞られた。 初の国際海上気象会議が1853年にブリュッセルでケトレが主催して開かれた。アメリカか10カ国が参加して国際的な船舶気象観測資料の報告形式の統一、収集、交換等のシステムが確立された。これは海上だけだったが世界初の標準化された気象観測となった。しかし、 各国はこれを厳格に守ったわけではなかった。イギリスでは、これをきっかけに、商務省に気象局が作られて、ロバート・フィッツロイ提督がその責任者となった。1855年に、モーリーは海洋学の教科書として、海の自然地理学を出版したが、この評価は分かれている。1861年に、南北戦争が勃発し、 南部出身のモーリーは南軍海軍で参戦した。戦後は地元の大学の物理学の教授になった。1873年、歴ントンで逝去。ありがとうございます。